オッケーね。こいつら何回か見てたよ。絶対見てた。ほんと？え、今ケンタも何ポイントやったら数えてないねん。今、6ポイント。お、6ポイント6ポイントゲット。厳しくないこれ。はい、じゃあ、アダルトチームスタンバイお願いします。よーい、スタート。シャマハビバン、ダイク。おー顔がマジだった。早いよ。はい、はい、時間過ぎてる。あ、ボクシング空手。おいえ、一気が早い。おいえ、初めて聞いた。あ、あ、一輪車。ラグビー、ラグビー。ゾウ。野球、野球、ホームラン、ホームラン。おいや、おあ、サブゲー。もうネタないし、超えたけええやろ。しまったー。よし、ということでですね、ヤングチーム6ポイント、アダルトチーム8ポイントで、アダルトチームの勝ち。やばい、どうだった。あのね、うん、勝利者インタビューですけど、苦しい苦しい。これ楽しいけど、楽しい、うん、ね、楽しかったね。楽しい、帰り、うん、やった方がいいよこれ。千葉ちゃんのこれはないよ。バッツ、もう分かれ、いいの分かれ、よく分かったね。いや、あれ分かれって、いや、目が訴えてたもん。二人とも目が怖かったもん。目がね、目が怖かった。もうおっさんチーム怖いね。怖いよ、やるときやるね。賞金かかってるからね。あ、そうだそうだ、うん、まあそんな感じですね。あのファンのみんなもお客さんもですね、盛り上がってくれたと思います。それじゃあついに決着の最終戦いきたいと思います。おお、これちょっとね、めっちゃシンプルです。 3B 超イントロクイズ、ルールを説明します。 3B の曲のイントロが流れます。ヤング&アダルトチームに紙に記入、問題は3問、多く答えられた方が勝ち。もちろんこの試合を制した方が勝利です。ということでですね、まず最初の問題いきます。あ、書くのね。うん、あの紙を用意してください。めくってペンも、ね。相談なし。相談なしにした方がさ、ポイントが面白いじゃん。1ポイント1ポイントで。オッケー。よし。超イントロドン。これはわかるよね。はい、はい、せーの、ドン。これ全員当たってる。うん、じゃあみんな正解プレゼントです。正解は、じゃあ次の問題いきます。超イントロドン。これはわかる。うん。早い？あのね、ちなみにこれ漢字間違えとったらマイナスポイントにする。ちょっと待って。え？なんか書き直してるやつ。うん。オッケー。じゃあ、いくよ。はい。ちょっと待って。オッケー。はい。せーの、ドン。リーダー合格、タマも合格、シュージ合格。ショージはね、青春、なんかね、アメリカの歌になってますね。欧米の王になってます。あれでも字が違う、うん。ヨーロッパの歌。うん。じゃあ、アダルトチームが今4ポイントで、ヤングチーム3ポイント。よし。これ最後よ。これで、決まるからね。うん、オッケー。流しちゃダメよ。金一封があるからね。金一封で。うん。この間、シュウちゃん。あの、センダーマンがまたね、ものすごい量の、ね、うん。あの、
家族のあれを削ってね、身を削って購入したリアルなお金です。じゃあ最後です、超イントロドン。うん、これ漢字間違えたらダメね。オッケーですか。せーの、ドン。あー、イエーイ。ということでですね、最終決戦、これね、やっぱね、僅差で紙一重の試合だったっていうことやね。二勝一敗で。二勝一敗？え、漢字一文字でダメやった。あ、そうか。仲間割れすんなよ。やんわり切れてるよ。ということでですね、アダルトチームの勝利。前回はヤングチームが勝ったからね、ちょっと嬉しいね。じゃあ、ですね、豪華商品をですね、渡したいと思います。あれ、また出てくるんじゃないの？もうもらえない。この間みたいに。大丈夫？おぉ、でかいよ、これ。よかったね。よかったね。あのね、うん、じゃあ、リーダーにキープあげようかな。で、音が鳴ったよ、で、これは、たまにプレゼント。でですね、このプレゼントは、次回もちょっと必要になってくるので、リーダーはこれを持ってきて、たまは、これを、身につけてきてください。以上、帰ってきたヤングバーサスアダルトチームでした。ということですね、あっという間なんですけど、今週の週刊 3B ラボも終わりです。では番組の最後ということで、オシトラック略してオシトラで、今日の一曲なんですけども、フレンドシップシャープ4からお送りしていきたいんですけども、実は、もうタイトル言っていいかね、うん、うん、コンビネーションっていう曲をかけようと思うんですけども、これは実は3ピース時代にこっそりやっとった、もう4年前だね、4年前にね、こうなんか遊んでリハに入っとった時にやりよった曲なんじゃけど、それをさらにキーボードの障子がこうパワーアップしたサウンド、あれなんていう、ホーム部隊、ブラスだね、あ、ブラスブラス隊が入って、シュージはどうだった、ギターリフを、リフ、はい、どんなリフ、イントロのちょっと言ってみた、口で。わかる。じゃあね、こういうなんか思い出のある曲、昔からやっとったんだけど、スリーピース時代にはちょっと出したくなくて出さんかった曲なんだけど、こうパワーアップして5人で、すごく一生懸命だったこのパーティーチューンをぜひ聴いてください。スリービーラボでコンビネーション、バイバイ。I'm not afraid to die.